昨日、新潟市で行われた棋王戦五番勝負の第3局。先手の藤井聡太八冠が得意とする角換わりを挑戦者の伊藤匠七段が受けて立つ展開となりました。対局は中盤のねじり合いでリードした藤井八冠が105手で勝利、対戦成績を2勝1引き分けとし、棋王のタイトル初防衛に王手をかけました。初防衛にあと1勝となりました。そうですね、そのことは自体は意識せずに、またそうですね、いい状態で臨めるように実力に向けて調整して、いきたいと思います。第4局は今月17日に栃木県日光市で行われます。